ピンク珍しいですか？確かにピンク多分普段着ないから部屋着で着てるんだと思う私。よつさん初見ありがとうございます。前髪切ってないです、頑張って巻いてます。長くて巻いてます。なんかちょっと変な流れ、一回しかシュッてやってないからちょっと変な感じになっちゃったね。長めの配信ならお湯沸かしてきて、いってらっしゃい、沸かしてきてください。ピンク髪色明るく、でも髪明るいです、多分明るい、イコノイジョイに向けて染めるときにちょっと明るくしてもらったので、あの抜けてきて、まだそんなプリンじゃないと思うんだけど、抜けてきてちょっと明るくなってます。あは、そう今日はイコノイジョイの振り返り配信というか、瀬戸利順にちょっとずつお話できたらいいなって思います。はい、お今見逃し見てる、え今日まででしたっけ見逃し、今日までか、ぜひじゃあ見ながらの方もいると思いますけど、45分とかから始めようかな、分かんないけど、なんとなくもうちょっとしたら始めようかと思います。天の子繰り返し見てる、ありがとうございます、嬉しい。ちーちゃんビギナーありがとうございます。初めての対面しょこちゃんと話できて楽しかった、よかった、ありがとうございます。私もみんなとお話できて楽しかったし、初めての方も多くて嬉しかったです。ナッパさんビーナー、ありがとうございます。頑張ってください、また会いに来てって言ってもらえて嬉しかった、みんなまた会いに来てほしいです。うん、とっても楽しかったですし、私のことを一押しじゃないよっていう方も来てくれて嬉しい気持ちでした。ありがとうございます。内側が濃いのかな、いや影だと思う、内側も別に濃くはないですね。明日朝早い、頑張ってください、はい、と。私は昨日なんかなんだかんだで夜更かししてめっちゃ遅くなった、寝るので朝起きるのも遅かった、遅寝遅起きでした。不健康、今日は普通にちゃんと寝たいと思います。ドラマも見たし、あのなんだっけ先生なんだっけ、何かな先生だっけ、素晴らしきかな先生を見て、最終回見て、あみんなに今期次のシーズンのあのドラマ、おすすめドラマ聞きたいです。結構昨日の対面でも、昨日おとといの対面でも、次のドラマ何見るのって言ってくれる方がいたので、一緒に同じの見れたら嬉しいです。トラシさんお元気、ありがとうございます。ナータン、あナータン出るドラマ見るよ、私も見る、
なんか 3つの恋愛のやつですよね。あれ原作があるんだね。私基本的に原作は全部何も知らないから普通にドラマとして全て見てる、うん、ああだから、ああ原作なんだみたいな。そうそう、漫画読まないしアニメも見ないから原作とかは分からないんだけど、普通に楽しみ、普通にドラマとして楽しみにしてる。結構私はその素晴らしきかな先生もそうなんだけど、推しの推しが出るから見るみたいな感じなんですね。そう、なこさんとかあとめるるさんとか、そうだから全然次のシーズン分かんなくて、みくりんさんの出るやつ見ようかなって思ってるんですけど、うん、なんか全然分かんなかった。だからなんか1話とか公開されて見て面白いなって思ったりしたら教えてほしいです、うん、あと前回は大島優子さんも私AKB 時代推しで推してて、そう大島優子さんの Go Home ってやつも見てました、前回のやつ。結局だからドラマとか、まあ他もなんか面白そうだなって思ったりしたら見るんだけど、最初は推しが出てるから見るって感じが多いかも。あとはこう結構最近はあのドラマ、おすすめのドラマをこのルームで聞くのが、あの聞いて見て面白かったら見続けるっていうのを繰り返しここ1年ぐらいやってるから、それでやろうかなって思ってます。これからもみんなにおすすめ聞いて、そう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 、キングダムとかもなんかまあもともと4面白いみたいななってたからなんか見たいなと思ってたけど、身近にサナツンっていうキングダム好きのメンバーがいたから見て、お願い見てって言ってて、そう私も見たいなって思ってたからそう見たんだけど、見てハマったんだけど、やっぱみんなのおすすめとかを聞いてみるのが私は結構好きですね、うん。だから次のシーズンのまたね、これからまだ1話も始まってないやつとかもいっぱいあると思うけどね、よかったら1話とか見て面白かったなーってやつとか、これから面白くなりそうだなーってやつを教えてください。スナックサナ見た、スナックサナ見ましたよ。私 BS 映るのであのスナックサナ見ましたあの長くて、元々さ番組自体、番組の中のちょっとだけだったけど、まあ、Hulu はあったけどね、そうだけどテレビであのスナックサナ見れるの嬉しかった、見たね、またね次もあるから楽しみです。衣装も変わってねお楽しみにしております。ドラマ見よう一旦。今だからお気に入り登録してんのはまだね、ナータンが出るやつとミクリンさんが出るやつしかお気に入り登録してないんだよね。だから教えてください。なんかね昨日教えてもらったのあったんだけど忘れちゃったなんだっけなあ、あのクズを殴ってやりたいって言ったかな、
昨日教えてもらったの。あともう一つ、もう一方も教えてくれたんだよな、占いみたいな、なんかなんだっけなんだっけなんだっけな、うん、ないね、占いなんてないね、なんだっけちょっとみんなのおすすめ教えてください。うん、何が面白そうかな。あ、謎解きとか面白そうだけどね。私謎解きとか好きだけど、モヤモヤするのは好きじゃないからどうだろうかわかんない、どうだろう。あ、この方あれじゃん、何に出てたっけ、俳優さん、この方見たことあるなんだっけな、なんか私が見てたドラマに出てた、あと何が面白い、結構私は最初のサムネだけしか見てない、だからサムネでしか決めないんだけどサムネのタイトル面白そうって、うん、ライオンの隠れ家みたいなのも面白そうだけどね、タイトルがわかんないわかんない、でもなんか、うん、放課後カルテっていうのもなんか面白そう、なんか全然どういうのかわかんないけど面白そう、うん、なんて出たかな、忘れちゃったな、昨日教えてもらったのに。サムネ見るのめっちゃわかる、一緒ドラマ着せ恋が2個来てるね、コメントで。なんか見て面白かったら教えてください、ぜひ見るので。まだね、予告でしかなかったりするからアニメはね、あんまり見ないんだよね。キセコイってさ、いっぱい来てる。キセコイって何？実写か、実写なんだ。待って、キセコイってどれ？タイ、あの、フルネーム。フルネームがキセコイってやつ？うん、その着せ替え人形は恋をするだ。合ってる？あ、西園寺さん、私もハマってました。じゃあこれ見てみるね、これお気に入りにしとくねまあ一旦ね、今期は4つ今入れたけど、あ、オクラって、オクラってなんか見たことあるぞ、このこれオクラって、このオクラみたいな、怖いかな、事件だって怖いかな、まあ一旦ねこんな感じで、あのみんなが1話見て面白かったら教えてください。また多分このルームでそういう話になると思うので、教えてください、ぜひ。面白かったよーって、そんな感じで多分ちょっとずつ3話までは追いつけるから、 TVer はなので、ぜひ教えてください。ドラマ最近ハマり始め、最近っていうかもうここ1年2年ぐらいなんかちっちゃい時はあの全然見てなくって、ちっちゃい時っていうかイコラブもう本当に社会人になってから見るようになって、ドラマをだから全然
高校生とかの時は全然知らなくって、何ももうほぼ見たことなくって、だから過去のやつも見て、ああ面白いってこんなのやってたんだって思って見たりする時もありますよ。そうですね、 YouTube 好きですね。 YouTube でも YouTube って結構限界ありません？ YouTube ってなんか結構限界あるよね。なんかもうなんかないかもみたいな、もう今日見尽くしたなみたいななったりする。結構小さい時はテレビ見てなかったですけど、あと「まるまるもりもり」は見た覚えある。「まるまるもりもり」は見た覚えありますね。はい、 YouTube プレミアムの人がそれ言う。そう、あでも多分みんなに比べたら YouTube 見ると思うよ。最近あのシソンヌさんのあのコントが面白すぎて、あのもうそのイコノイジョイのレッスンの行き帰りとかもずっとシソンヌさんのコント見てた。本当に面白い。なんか基本私って倍速とかで見るんだけど、コントとかは倍速で見ないで普通に見てる。本当に面白かったシソンヌさん。面白いよね。そう、 YouTube 基本倍速で見ますね。なんか歌とかは倍速にしないけど、普通に喋り系、結構私はメイク、うん、動画だけ見るときは倍速にする。メイクとかしてるときは普通の速度でゆっくり聞いてる。メイクしながらですね。歯磨きしながらとか顔洗いながらとかも結構するかも。音が欲しくない。そうね、あとは曲流したりとかするかな。うん、今日もお風呂入ったんだけど曲流してた、ずっとドライヤーしてる時も曲流してた、聞こえなかったけどでも流す前とか、こう串で溶いてる時とかも流したいからずっと流してた。うん、今日は最初1曲目は ISHUさんを流しました。そっからはもう勝手に流れるやつ、あの勝手にその関連とかで流れるやつが流れてたので、全然知らない曲とかも流れるしって感じです。ドライヤーはイヤホンしながら聴いてる。そこまでではないそこまでではないですね。クスカクロックマンが眠りました。おやすみなさい。イコラブで好きな曲、私基本イコラブの曲家でいるとき流さないんだよね。イコノイジョイ、もう特にこの異常期間なんてもういっぱい聴いていっぱい練習してるから他の曲聴きがちなんだろうな、イコラブの曲で流すことはねない。ノイジョイだったらなんか新曲とかだと全然知らないからそう流すことはあるんだけど、そういう時に聴く曲とかはないけど、なんだろうな、好きな曲か、BPM 好きだし、うん、お腹鳴っちゃった。今日見ててあの YouTube で流れてきて、あの好きって言えなかった、わあなんか、あ久々に聞いたって なりました
あとはオーダーリン好きですね。このまま絶好調で溶けるようなキスしよう過ぎて言えなかった明日日を。たてさんありがとうございます。赤ずきんくまちゃん、たてさん、ちょっと待ってね、たてさん、赤ずきんくま、たてさん、ありが赤ずきんくまちゃん、ありが赤ずきんくまちゃん、ありが赤ずきんくまちゃん、ありが赤ずきんくまままままま、ありが赤ずきんくまちゃん、ありがとうございます。ここです。たてさんありがとうございます。赤ずきんくまちゃんお久しぶりです、ありがとうございます、来てくれて。あ、イコラフ、そうだ、今日イコラフでした。皆さん聞いてくれましたか。今この船に乗れでした。センスある選手権みたいな、センスあるランキングみたいになったんだけど、センスないねの曲を流させていただきました。まだの方はぜひ聴いてください。ありがとうございます、聞いてくれて。船ね、船はこの前のツアー、この前の前のツアーでやってましたね。アンコールの1曲目、ドンチャチャドンチャチャドンチャチャ、車しか見つからないんじゃ、料理長のスペシャルカレー。え、このルームに料理長って私のことだよって分かってる方、あのいる？あのこの料理長は私のことを指してくれてるんですよ。あのみんな知ってましたか？最近知って好きになってくれた方とかは、知らない方もいそう。そう、料理長のスペシャルカレーって、料理長って私のことなんですよ。実は そうなんです。なのでその時の料理長のっていう振りは私が真ん中に真ん中で歌わせていただいてます、その瞬間だけ。そう、昔にね、その時代、ウォンチュー時代に、もっと前か、手遅れ時代かなに、料理長になったんです。ティフで、東京アイドルフェスティバルで、カレーをケータリングカーで販売させていただいて、料理長のスペシャルカレーってそのカレーのことです。料理アイドル料理対決っていうのがあって、それで優勝させてもらって、そんな感じになりました。クックパッドにあの私のキーマカレーのレシピが載ってるので、よかったら見てください。料理長のスペシャルカレーの料理長は私のカレーです。よろしくお願いします。実はそんな感じでした。今日は何食べた？今日はホタテを食べました。ホタテ食べすぎ問題。何食べたかな？
昨日差し入れていただいたなんかお菓子を食べましたね。ホタテ刺身で食べるのが美味しくて、ずっとあの醤油つけて食べてたんだけど、なんか物足りないと思ったらわさびを入れてなくって、今日はわさびを入れて食べました。やばい、55分だ。じゃあランキングじゃない。イコノイジョイ2024の、まあ、昼公演から瀬戸利順に言ってこうかなって思ったりしてます。終わり、早い終わりが、すいません。まずはイコノイジョイ。待って、怖いんだけど、私さ、イコノイジョイ2023って書いてるんだけど。え？昼も夜もイコノイジョイ2023って書いてある。え？怖いです、怖いですよ。2024、今気づいた。もうそんなのも気づかないくらい集中してたこっちに。2024、まず1曲目、昼公演1曲目、もう眠れないよ、ドキドキだって、トリプルデーツです。イーストさん、くまままま、ありがとう、くまちゃん、ありがとう。トリプルデートでスタートしました。これはいろんな、トロッコの人もいたのかな、トロッコとかいろんなところから登場、私は本ステージから登場しました。あの、今年もバルーン、スティックバルーン、スティックバルーンで合ってるっけ、バルーンをみんなで飛ばしました。イコラブがピンク、ノイミーちゃんが緑、ジョイちゃんが黄色のバルーンを、せーの、イコノイジョイでやりました。めっちゃね、綺麗でしたよね。夜公演でその写真あの見たけど、めっちゃ綺麗だった。やっとこの日が来たね。結構割れてる音聞こえた。パンパンパンって。でもさ、野球もさ、7回の時にさ、あのバルーンやるけど、その時も結構割れてる方いるよね。ね、パンパンになったのかな。ね、でもめっちゃ綺麗でした。めちゃめちゃ綺麗でした。この曲はそうだね、2サビから本ステージでみんなでオリジナルの位置で踊りました。イエイ。そっからスタートいたしまして、2曲目、部活中に目が合うなって思ってたんだでした。この曲はイントロで煽らさせていただきました。なんかちょっとずれてた、配信見たら。配信見たらっていうか、あの送っていただいた映像を見たら。ずれてなかった、大丈夫だ、なんかギリ、なんかギリなんとかなったみたいな、なんか体感もずれてたんだけど。なんかずれてない、ずれたかもって思ったんだけど、なんかずれてた、すいません、大事なところなのに。部活は最初の方はあのノイジョイちゃんたちとペアっていうか、まあペアにグループになって一緒に踊ってました。一番なんとも思わなかった、あ、よかった。
良かったです、それは良かったです。私的に、私が一番しっくりくるタイミングでできてたかなってなった。何も思ってなかったなら良かったです。そうで、私は、私のチームは基本的にイコ、ノイ、ジョイの3人で1チームになるんだけど、私のチームは4人、ノイちゃんが2人いるチームでした。だから4人チームで踊ってました。だからちょっと振りが違ったりとかしてます、他のペアと。あのイコラブは右からっていうところも、私は左からとかになってたりとか、人数でねちょっとずつ違ったりしてたので、そんな感じの時もあったんだけど、そんな感じでペアを作ったりして、いろんな違う振り、いつもとは違う振り、ペアダンスでした、ペアダンスでした。そうで、部活中はセンターステージに行って2番やって B ステージに行ってみたいな感じで、いろんな各ステージをに行きました。そう、センターステージはさ360度ファンの方がいるので、そう、私はそこで初めていろんなところに行きました。登場がせん、あの本ステージだったので、いろんなところに行けたなかったから、そっからは、そこでやっとみんなの近くに行けたかなと思います。続いて3曲目、偶然シンフォニー。偶然シンフォニーは初めて踊りました。去年も一昨年も踊ってなく、今年初めて踊りました。楽しかった。好きだ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 本当に、おい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 って楽しかった。振り入れは大変だったっていうか、自分がまだどこの立ち位置とか決まってないから、決まってない段階で振り入れをするんですよ。だからどっちを覚えたらいいとか、そういうのは基本的にね、他の曲もそうだけど、そうなので、その時にやって、私はサビでいっちゃん B ステージのいっちゃん右っていう、なんていうの、こっち一番こっちに行って、サブステージっていうのがあって、こう B ステージのところに花道がついて、こっちにもステージがあるんですね、2箇所。そっちのステージで踊ってました、1サビ。楽しかった、みんなと一緒に。おいおい、開く胸、聞くしゃがむ立つっていう覚え方、楽しかったです。そしてそこ、その途中にも反対側に行ったりとか、反対側の花道、もう大移動。なんかこれをあのレッスン場で やってるんですよ、私たち基本的には。レッスンをね、そうなので、レッスン場ってもう8番ぐらい取れて、8番ぐらいまでなんですけどなのに、なんかその取れて8番のところで練習してるから、初めてあの体育館みたいな、なんか広いところで、体育館じゃないね、広い会場、ほぼ会場のと同じサイズのところで練習した時に、こんな走るのってなりました。なんかレッスン上ではこうちょこちょこちょこなんか走ってますみたいな気持ち、次何番ですみたいな気持ちで走ってるんだけど走ってるっていうか、もうこんなしか動かないからあれなんだけど、やっぱ会場と同じサイズってなったらもうガンダやばい、こんな走るんだって
なりました。だってビーステのこのこっちのサブステのステージ、こっちのステージはの2番だったんだけど、一番こっち側の2番だったんだけど、こう B ステージがあってこう0123456ってあって、この花道とかは40何番とかまであるわけですよ。43番の次がなんか次また4番3番2番1番0番1番2番みたいなの2番だったんですだからもうガンダガンダでこっちの2番、26番あっちの18番でした。数字は覚えれるから、そう2626って思いながらレッスン上ではやってます。2番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 、はい移動26262626262626 で、はい、あっち走ります、はい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 、18、18、次18、18って思いながらレッスンしてるんですね、ずっと。そう18とかないから、レッスン上に20とか40とかないから。そうだからもう頭にちょっと何番何番って思い込みながらレッスンしてます。あのさ、あのレッスン上のサイズの時はね、そんな感じであっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりしてました。初めてこれできて楽しかった。好きだ好きだ。次、あそう3曲目ですよね、当てるやつ。みんな当たったかな、偶然シンフォニー。なんかイコラブの曲じゃなかったからみんな当たんないだろうなって思ってた。当たった人いるかなこのルームに難しいだろうなーって思った。多分夜もイコラブの曲じゃなかった気がするだからなんかうん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 みたいな顔してました。当たんないだろうなーって顔ですはい、続きまして4曲目、スイートシックスティーンです。ワンツースリーで弾けて、この曲はもう何回もイコラブだけでも披露させていただいた時ありますし、そう何回も踊りました。何回も踊ってたのである程度体には入ってましたあの一個あるなら、なんかそのてて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 てのところ、これが上からの人か下からの人かみたいな感じだったんですけど、今回は運よくあのイントロもアウトロもあの上からだったので嬉しかったですイントロは上から、アウトロは下からとかそういう時もあるんですけど、そういう時はもう頑張ろうという気持ちでそうやるんですけど、今回はどっちも上からだったのでラッキーって思いながらやってました。イエイ。この曲はね、本ステージに戻ったって感じかな、みんなでやりましたね、楽しかった、楽しかったです。この曲なんかもう楽しくやっちゃう体にねちょっと入ってるからこそ楽しく踊れました。上から左腰って書いてある、こっちからだよって書いてあるね。で MC になりまして、ここからジョイちゃんブロックがありまして、イコちゃんブロックが、間違えた、ジョイちゃんブロックがありまして、ノイちゃんブロックがありまして、イコちゃんブロックがありますね。はい。で、私は今回初めてというか唯一ビーステ登場がこの場面だったんですね。何回もビーステ行ったり、ビーステでビーステ行ったりするんだけど、ビーステからなんかこう裏をこう歩いてこうやってビーステに登場する時とかビーステで履ける時がもう本当にこの部分しかなくって、ビーステ登場が1回しかなかったので、あのこの何花道をこうやって歩くのはこの1回だけでした1回だけでもめちゃめちゃ大変だったのに、もうこれをサナツンとかはなんか夜のユニットとかの時もそこだったりとか、あのイコラブであのラスラスやった時も
そこあのビーステ登場でめっちゃ3回ぐらいこうやってやったって言ってたから私はラッキーだったって思いましたラッキーでしたははは。そう、その1回だけイコラブ全員がビーステ登場の時だけだったからよかったって気持ちです。で今回は最初ビーステ登場で歩いて本ステージまで行ってまずは仲直りシュークリームでした。仲直りシュークリームは映像とリンクしてましたね映像とリンクしてるメンバーが映っていました。3つぐらい画面あってその画面とって感じでなってました。 MC のショコちゃんも可愛かった。 MC 何話したかなこれ忘れちゃったあ、盛り上がりましょうみたいな話したか。あ、違うか、忘れちゃった何話したか。うん、アクスト買うってありがとうございます。シュークリームね、そうシュークリーム、あ、この時の衣装はツアーで着たあのアリーナツアーで着たニット衣装でした。ニット衣装だからメンバーカラーのニット衣装でした。続いて、おーダーリン、もう多分この私のことを応援してくれてる方の中でおだりが入る、おだりがフルで入るかフルじゃないか入らないかって結構みんなの中では大事だと思うし、私も私のファンの方が喜んでもらえるところどこかなって考えた時におだりが入る入らないっていうのは結構私の中では重要で、そうおだりはフルで今回披露させていただけたので滝脇翔子ができたんじゃないかなと思いますでもリサがね1番終わり1サビ終わりの感想でなんか楽しみまーしょこーって言ってくれるんだけど、あそこ毎回なんかこれなの分かってるの、多分リサはこれって分かってるんだけど、あの映像見たら楽しみまーしょこーって言って、ね、前もなんかこれになってて、そうこれだったよって言ったらとっさにできないんだよねって言われたんだけど、そうだけど今回もこうなってて笑っちゃったしょこーってやってて、でもあそこ嬉しいです、しょこーって言ってもらえるの嬉しかったですし、今回も楽しみましょこ滝脇翔子ができたので嬉しかったです、ありがとうございますこれはトロッコでしたね、トロッコで回りましたトロッコでした。続きまして、探せダイヤモンドリリー、この探せダイヤモンドリリーは最初おだりが一列で終わった後になんて言うんだろうね、合唱みたいな感じ、会えなくなるんだねっていうのから始まります。そう始まりまして、テレレ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 レンってなりまして、1サビから本ステージに戻りまして、 I need you I need you ドロロ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 リン、噴水です。今回は噴水があったんですよ皆さん。まあね、ついて前の方の方とかはまああれなんだあれってなんか水槽があるぞってなった方多いと思うんですけど、はい、今回は噴水がありました。はい、噴水でわー会えなくなるんだねってなってました初めての噴水です。初めての噴水でしたがいかがでしたか嬉しかったです、初めてのことがまだできてでも面白かった。噴水ってなって、
思ったより私たちもあれびちょびちょになるんですよそして秋がありまして、ってなりまして、おやおや何が始まるんだ。何が始まるんだ。え、何何わあ、マイカちゃんとかすごいかっこいい黒のセーラー服着てるってみんななったと思います。はい、てててててててなりまして、なんと魔女てっぺんブルースを披露させていただきました。ありがとうございます。まさかまさかですよね。私もなんか3度見ぐらいしたセットリスト、え？ってなりました。魔女てっぺんブルース、まあね、知ってる方はもうバクバキだったんじゃないでしょうか。魔女知ってますよ、この曲も知ってましたよ。そうで、これをが最初セトリが、セトリ見た時にどうなるんだろうって思ってて、でも自分はセリフがないと思ってたんですね。あのやっぱ限られたセリフだから自分はないと思ってたら、まさかのセリフがあって、あ、しかもちょっと長め、ドキドキってなりました。そう、ゆきりんさんのブラックっていう役のところをやらせていただきました。そう、ブラックやらせていただきました。緊張した。リハーサルでめっちゃ噛んだからもう緊張した。あとなんか熱き血潮の山肌用なんだけど、毎回噛んで山肌って言っちゃうの。山肌用ってなっちゃうから、そう、どうにか頼むぜって思ったら噛まずに済みました。はい、踊れたのが嬉しかったです。ここから階段を登って、ワキワキですね。結構みんな、そう、みんなね、あのこのマジジョの歯が良かったですって言ってくれるんだけど、あの歯言ったのマジジョじゃないです。あの全然理解できるから全然あの対面とかで訂正しなかったんだけど、あの歯って言ったのはマジジョじゃないです。はい、これはまだね、まだあの、はい、一人一人セリフを言わせていただきまして嬉しかった。まさかさ、カバー曲なんていうの、イコノイジョイじゃないカバー曲させていただけると思ってなかったから嬉しかったし、あの衣装も黒セーラーで、この時はあのイコラブのパートからの割とすぐ着替えての、まあ、事情だったので、この衣装のあの写真は本当に自撮りの数枚しか撮れてないんだけど、そうなんだけど、まあまた着るかなみたいな感じで、はい、その時待っててください。すいません、写真撮れてないです。そうだけど、あのオレンジと紫とピンクでなんかハロウィンってハロウィンカラーで可愛かったし、あのチェーン、私あのあそこにチェーンつけるのが好きなんですよ。なんていうの、腰にチェーンつけるのが好きだから、そうチェーンついてて可愛いってなりました。着る予定あるの？今のところはないです。今のところはないけど、まあいつか着るっしょって思ってます。はい、ね、私 の、 あのメンバーによってカラー全然違うんだけど、スプレーしてあるカラーが、そう、私はハロウィンっぽいカラーだったのでなんか嬉しかったです。オレンジ、紫、ピンクで、嬉しかった。ああいう格好好き、なんかチャラチャラした格好が好き。言い方ちょっと語弊あるね。はい、ああいうのが好きです。楽
楽しかった、かっこいい系、そう楽しかったですね。そしていらないツインテールでした。いらないツインテールはラスサビで放水銃をぶちまけました。放水銃やっとじゃない、私放水銃撃ったの多分この曲が最初初めてです。放水銃を撃ちました。水圧がやばくて、あれマックスにするとあのまま後ろに倒れちゃうから半分ぐらい、水圧半分ぐらいでやってました。本当はね水圧マックスでもっと遠くの方まで届きたかったんだけど、あのすごかったもう水圧がね、なので半分ぐらいでやっておりました。はい、危ないからね、自分が後ろあーってなっちゃうから、そう私は半分ぐらいでやってましたが、この時初めて放水銃を撃ちました。楽しかった。なんか本当に人によって、あのなんか逆に手前の方とかは多分あんまり落ちてこなくって、なんかちょっと奥ぐらいの方の方ん方のにすんちょっと奥に座ってる方の方があのボト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 って落ちてくるようなあの放水銃でした。なんか去年一昨年とちょっと違った種類の放水銃だったので、そうなんか大粒の雨が降ってきたんじゃないでしょうか。私たちも風によってはびしょ濡れになるところだったので、私は大丈夫だったのでよかったです。まあね、放水銃やりたいなって、あの今年もあるといいなって思ってたから楽しかったです。続いてはーちょい超孤独ライオン、超孤独ライオン私やってみたかったんです。でもなんかイコラブで方言があるメンバーって割と限られてて、そのなんかサーツンがよくやるあの孤独ライオンの方言が弱そうすぎて、あ多分これはなんかあんまやんないんだろうなって。そうできて嬉しかったし、リサもアンちゃんも方言があって、そう楽しかった、この曲踊ってんの。かっこよすぎだってパンダ少女は君だけ終わっちゃった。そうこの曲は2サビ終わりの感想で、じゃ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 あじゃあじゃあの後、普通だったらあのウェーブが、ウェーブっていうかこういうのが始まるんですね、ルルルルルルって始まるんだけど、今回はちょっと感想が伸びて、イコのイジョイで2人ずつダンスブロックがありまして、イコラブからはアンちゃんと私が踊らせていただきました。最初なんで呼ばれたんだろうって、あのじゃあアンちゃんと翔子がここでノイミーはみたいな、こう誰々と誰々で誰々と誰ジョイは誰々と誰々でみたいな感じで呼ばれて、最初なんだろうって最初思ってたんだけど、まさかのダンスって言われて、あのみんなダンス面だったんですね、ノイジョイちゃんたちは。そうだからみたいな。で近くにいたあのサーツンとひとみだったかな、もうあの近かったんだけど、じゃ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 の時が近かったんだけど頑張れよって言われて、
あの自分的にはまさかすぎて、あのびっくりしました。その時は夜公演の瀬戸利とかはその段階では知らなかったから、そうえみたいなでもなんかこうみんなに見てもらえる時間が増えたのかなって思ったら嬉しいんだけど、あのまさかすぎてびっくりしました本当に。しなかなかそこの振り入れが入らなかったから、もう早くしてほしいってずっと思ってました。なんかやっぱダンスが上手い子たちってみんな覚えるのが早いんですよ。だけど私は覚えるの遅いから、し自分のものにするのに時間がかかるタイプなので、もう早く早く振り入れしたいって毎回思ってました。マイレッスン思ってましたそうだけど、なんかみんなに良かったよって言ってもらえて良かったです。頑張って良かったなと思いました緊張した。みんなさ、まさかさ、あそこでさ私がさ踊り始めるとは思わないじゃないですかだからみんなね、ありがとうございます、見てくれて結果として頑張りすごく伝わってきた、ありがとうございます。もっともっとね、なんかもっとこうした方がいいなって思う部分はこのイコの勢いでいっぱい見つけたので、はい、もっとレベルアップできたらいいなとは思いますね。珍しいよねダンス好きですって、ありがとうございます。そう、そんな感じの、だからなんか本当にあのカバー曲イコの勢いだけじゃなくて、AKB さんのカバー曲もありましたし、このダンスっていうのもあって昼公演もずっとドキドキでしたずっとドキドキでした。はい、そんな感じの感じでしたね。でその後キアタスです。キアタスはまあちょっとなんか一茶番二茶番ぐらいありまして、サナツンがねスナックサナで言ってたけどはい、一茶番二茶番ぐらいありまして、サナツンが頑張ってくれてキアラのためにはい、ノイジョイちゃんたちにも負けないようなパフォーマンスをさせていただきましたチャーでもしばいてチャーでもしばきながら客席で見てたらどうですか。しかもあれね、サナツンがなんかまあ結果として噛んじゃったんだけど、そうあれもリハで何回かやるじゃないですか。毎回違うのセリフがサナツンのそれが本当に面白かった。本番何言ったっけ、なんかルイボスティー飲みすぎてもうお腹タプタプなんですけどって言ったのかな面白すぎて、アドリブっていうか、そこでサナツンがこういうようなセリフを言うっていうのは決まってるんだけど、毎回言ってることが違って、ジャスミンちゃん、そう面白かったずっと楽しめた突然サナツンが言い出したわけではないんだけどそうワードも決まってたのかもしれないんですけど、そうサナツンが毎回違うセリフで面白かったです本当に面白かったねさすがだなって思いましたね、サナツン。まあそんなこんなでね、はい、いろんな対決がありまして乃木ちゃんよく笑わなかったの、いや本当にそう本当にそうだよね、ピチピチキラキラって言われてねほんで続きましてヒロインとオオカミですね。ヒロインとのオオカミ、ヒロインとオオカミが始まる前に、ではここからはオオカミみたいな、塩見るがね、ヒロインとオオカミのセンターの2人
しおみるちゃんがなんで喧嘩してるんですかってなって、かわいいひよりさんは、しょうこさんはみたいな結構あのはの一言だけでもみんなみんな対面でよかったよって言ってくれて嬉しかったです。あんまりね、そういうのをに何だろう選ばれるタイプじゃないからいつもそうね、みんなそうだよね。あそこで私がはーって言うと思わなかったでしょあんまり、まあ、いおりとかもはなんかわかるじゃないですか、なんか言う、なんかはーって言うようなあの例えばイラついとかも煽ってたりとか、そう、そういうタイプ、かっこいいタイプだから、タイプなんだけど、そう。じゃあ多分あれ並びの感じで決まったんだけど、私ってそうだけど緊張してた、あー来る来る来るって思いながらそうはぁって言わせていただきましたはい、いろんな私の中のまあなんだろうな、殻が破けたっていうとまた別の話にはなるんだけど、いろんな顔のあのこっちの顔じゃなくてなんて言うんだろうね、イメージ、私の中のイメージがみんなの中でいろんな顔が見れたんじゃないかなと思いますね。はい、今回のライブで何良かったよって言ってもらえて良かったです。あんまりさそういうのに本当に選ばれないタイプの人間だったから、あのなんかどういう気持ちであの翔子って言ったんだろうなってその演出の方がと思ったんだけど、はい、みんなに良かったね、良かったよって言ってもらえて嬉しかったですし、パピプペチュルッチュも可愛すぎたはい、でその後のヒロインと狼、ヒロインと狼も私やってみたかった曲だったんですよ。だから楽しかった、せーの、ふうふうわわわでまた花道の方に行かせていただきまして、耳はねやっぱ人数が限あの30何人いますから全員が耳つけるっていうのは大変なんですけど、このあのヒロインと狼はあのやりたいなーって思ってた曲だったから楽しかったですね。優しくする歌いた、ふうふう、楽しかった。チュルリナパピプ、チュルリナパピプ、もうすぐ出てくる、I love you。 楽しかったねこの曲本当に楽しかった。パピプペチュルチュ、君なら騙されてもいい楽しかったです。そんで MC がありました。MC がありまして、あ、ここで煽ったんだ、みんな楽しんでますかみたいななんか忘れちゃった、楽しん、まだまだ楽しめますよねみたいな煽りをしまして、ジョイちゃんが出てきてノイジョイちゃんがやって、以降ノイジョイになりました。はい、
個の上位はこの空がトリガーをやらせていただきました。2階から登場でしたね。この時初めて私2階登ったかなかもしんない。ずっと2階にいなかった気がする。はい、トリガーで2階に上がらせてもらいまして、2階からパフォーマンスをしてもらいました。でこっからは夜も同じなんですけど、今日も君の夢を見たんだです。この曲は去年やったのかな。去年傘でやったんだ。はい、今日夢楽しかった。これ私この振り好きなの走ってる感じの振りが好きです。この曲はあの2番でペアのダンスがあるんだけど、これを川名子ちゃんとやってましたこの曲好き、踊るの去年ぶり1年ぶりだったので楽しかったですね。続いてハニカミショート、もうここからはねずっと夜も一緒なんですけど、ハニカミショート、これはトロッコのメンバーもいたかな、私はトロッコじゃなかったんだけど、そうハニカミショート、ハニカミショートで初めて2番を踊りました。去年この曲トロッコだったので2番踊ったことなかったんですよね。キラキラの問いを、そうどうしよう君、いいけど、そんな感じです。はい、ハニカミショートあのこれもやった、おおお、これ去年やってなかったから緊張した今年初披露2番イサビでした。でマホロバアスタリスク、もう毎回マホロバは毎年のように踊ってるんだけど、毎年苦戦する曲です。でも一番やっぱり体には入ってたかなと思いますね。やっぱ何年かやってるだけあって一番体に入ってたと思う。今まで以上にあんまり苦戦しなかった気がする一番自分が苦戦するのはあの間奏の正座があって、ドゥ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 のところがあのね毎回苦戦するんだけど、今回はあなんかいけるかもってなりましたいつもあそこは苦手意識があったんだけど得意になれましたそう楽しかった。この曲も踊るの好きだから、あんまりノイジョイちゃんと目合わせる機会ってなかったんだけど、この曲の2番マホロバの2番でこう向き合ってやるときに山田桃花ちゃんと目が合って、あのちょっとずれたのであのリハはあの葵ちゃん大西葵ちゃんとずっと目合ってて、そうでも本番はちょっとなんか立ち位置がずれたのであの本番は桃花ちゃんと目が合ってあの嬉しかったですあんまりあのノイジョイちゃんと目合わせる機会ってなかったから、はい嬉しかったですね。うん、ホシティ青春サブリミナル、青春サブリミナルがありました。あのね毎回ドキドキするのが2サビを1番の振りでやるっていうのが毎回ドキドキするんですよね。そうしかも今回に限っては2サビの立ち位置で1サビの振りをやったんです。本当はちゃっちゃなんとなくさりげなくってなるんだけど、ちゃっちゃなんとなくさりげなく
友達でってなるんですね。だから毎回緊張してたんだけど、本番は間違えずに、できたかな忘れちゃった、ちゃんと入れた気がする。入れてなかったかな入れた気がする。途中であれ今何踊ってんだっけってなっちゃったんだけど、なんか入れた、入れはした気がする。最初1番踊るって、あの間違えて2番とかは踊らずに済んだ気がする多分はいです。で本編ラストの曲、絶対アイドルやめないでです。タン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 、これはイコノイジョ全員でパフォーマンスさせていただきました。ノイジョちゃんがなんか苦戦してるって聞いて、そうだよなって思いました。私たちも一番ここ最近の振り入れで一番あの覚えられなくて、細かくてね、振りが細かくて覚えられなかった曲なので、そうだよなって思いながらもでも私昼公演、あのレスリハの順番として昼公演、7周年、夜公演のリハの順番だったんですね。だから7周年の何も分かんな、あの7周年の構成とか何も決まってない段階での昼公演の構成だったんですけど、みんなであの私たちいつもこうやっておー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 って後ろ向いてハートやってるところが、あの私たちはあの全員でやるときはおー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 ってなるんですね。そうだからあこれ覚えなきゃって思ったんだけど、7周年でもうこれやったんですよみんな。だからもう体に入ってましたね本番までにはだからよかったと思って、もう何でもかかってこいですね1サビ終わりはあのおー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 なんですよ、おー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 ってなるんだけど、これもあの7周年でやったんですよ。だからもう本当に何でもかかってこいって感じですね。はいもう何でも踊れるようになっちゃいましたこの曲そうこの時はまだ7周年でこれやるって知らなかったから、あやばい覚えなきゃみたいな、こうでこうでこうでって思ったんだけど、まあ7周年を経て体に入ってましたね、よかったよかったです。そんな感じです。本編は終わりました、ありがとうございます。続きましてアンコールですアンコールは夏マトペ、夏マトペからです。昼はトロッコに乗りました、アンコール夏マトペ、トロッコに乗ってビーステまで行きましてって感じですね。そうリハの時にイヤモニの電池が切れたんですよ。でえ聞こえないと思って聞こえないって思ったら思って、まあ、マネージャーさんにすいません聞こえないですって言って、もうトロッコ乗っちゃってたから、そうで、まあ、出発しちゃってリハの時に、そうであ聞こえないなってずっと聞こえなかった。たまにさ復活する時があるんですよ。でもあ聞こえないってなって歌ってみたら案の定めちゃめちゃずれて、そうリハでよかったって思いましたね。はい、めちゃめちゃずれてた。やっぱね大変なんだなって思った、その音ずれが、音のずれが。そう本番はなりませんようにって願ってました。ならなかったのでよかったですそれはそう、そうリハでよかった。そうなのだから本当になんか電池大事なんだなって思いましたやっぱね外だし広いからこんなにもずれるんだってなりました。あーってやったらあーって流れるから、あーあーだからめちゃめちゃずれた。そうだけどハンバーはちゃんとね無事にヤモニちゃんとついてたんでよかったです
で昼公演の2曲目はくるくるかき氷です。なんとなんとこの曲でも放水準をさせていただきました。昼公演はこっちのサブステ端っこの B ステの端っこのステージは行ったんだけど、こっちのステージ行ってなかったので、そう放水銃どこがいいですかみたいな、ここがいい人っていう感じで選べたのではーいって言ってこっちのサブステの方に水まかせてもらいました。そんな感じでね、負けました、水を。楽しかった、放水銃楽しいよ。なんかイコラブは結構放水銃やりたい人って言われても、まあどっちでもみたいなメンバーが多くて、ジョイちゃんはやりたいですみたいな、そう放水銃やりたい人って感じで選んだんだけど、やりたいですって感じでイコラブはなんかどの場所にいても、あ、まあどっちでもで、なんかあと何人って言われた時、あ、じゃあやりますみたいな感じの、そう、ここの放水銃はね、このくるかきの時の放水銃で、もう本当にこんなにもグループでそう違うんだって思いました。まあ多分や今までやってきてる回数とかも違うから、私たちはイコノイの時にもやってきたりとかしてたりしてたからなのかなっていうのはあるんだけど、そう面白かった、もうなんかそうチームカラーが本当に出すぎて面白かった。で私は放水銃、あのジュリーちゃんかなんか隣にいて、え、一緒にやりましょうよって言ってくれて、そう放水銃になりまして、そうこっち側のステージの放水銃をバーッとやらせてもらいました。面白かった、こんなにも違うんだ。放水銃自体の重さもありますね、多少激重なわけではないですけど、まあそれなりにっていうか、なんかこうやっぱシャーってシャーって巻くときにうってなるね、やっぱ水圧で。もう放水楽しかったですそうタオルがねタオルを、私は大丈夫だったんだけど、タオルを捨てるっていう演出だったんだけど、最後ね回してるタオルを捨てるっていう演出だったんだけど、本ステージでタオル捨てるっていう予定だったんだけど、前に水槽があって、あの噴水用のね水槽があって、はいって投げた時にはもうね水槽に入っちゃうんだよね、何も考えなかったら。だから私たちが言われたのは、水槽に入らないように水槽の奥に投げてくださいっていう指示だったね。タオルむずくないってなったけど、私が投げるとこには噴水がなかったのでよかったって思いながら投げました誰か入っちゃったんじゃないかな、どうかな、どうだったんだろう、わかんないけどタオル、タオル投げるの難しいですよね、どっかこう結んでたり重りがあったらねいいけど面白かった。そんな感じで、ラスト夏祭り恋したうです。夏祭り恋したうは毎年やってんじゃないかな、イコノイ上映みんなでね、あのなんていうの、カメラアピールするのが結構見せ場、イコノイ上映の見せ場かなって思いますね。そうこの曲も一感想で煽らせていただきました。そうなんか今回煽りが多かったねって、多くて嬉しかったって言っていただく、いただいたんだけど、対面の時に。夏祭りは結構一感想がもう割と固定で私になってる時が多くて、そう披露する時はみたいな、結構メンバーそれぞれね自分の、あの持ち曲というか煽りをする曲が大体決まってて、そう、あと私は沼2番も行きますよっていうじゃあ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 のところが私の担当なんだけど、沼はさあまり披露する機会がなくて、そう私は夏祭りの一感想だ
ったんだけど、もともとこっちは言うかなって思ってたんだけど、今回部活の頭も煽らせていただいて、 それはあんちゃんに「翔子ここ煽れる？」って聞かれて煽りました。いっぱいさ人数がいるから、なんか「やりたいやりたい」でできる話じゃないんだけど、そう煽る機会をいただけて嬉しかったです。毎回緊張するけど今回も夏祭り一感想煽って、みんなよかったよって言ってくれて嬉しかったです。昼公演は以上です。ありがとうございます。続きまして夜公演煽ってくれてありがとうって、いいえいいえです続きまして昼公演、間違えた、夜公演に行きたいと思います。パチパチありがとうございます。なんかさ最近さ、なんか888ってなくなりましたよね888の文化なくなりましたよね最近。え、あるかな、ランキングの時あるのかな今一個も来てなかったから。昼と夜の間は何してたの？昼がめちゃくちゃ押してて、何十分も押しててびっくりするぐらい押してたみたいで、昼公演もう夜公演までにそんなに時間がなくって、そう髪の毛のチェンジをしてました。はい、3時間ぐらいやってたんじゃないかな多分。そうで、みんな着替えて写真撮ってみたいな、その写真撮るまでの時間も急いで急いで客入れ始まっちゃうみたいな、その夜公演の客入れが始まっちゃうって言って、急いで昼公演の客出しが終わった後すぐ夜公演の客入れなっちゃうからってなって、そうで、あの集合写真はその時に撮った写真です。はい、こんな感じでしたね。はい、夜公演行きたいと思います。夜公演は放水銃は打たないんですけど、シャッフル、シャッフルパーティーみたいな感じでしたね。まずオーバーチュアからもうモニターに登場してましたが、そしてチューする、チューチューじゃあテュッテュー、テュテュを披露させていただきました。思わせぶりっ子リコラブカバーバージョン、めっちゃ緊張した。結局私でしょ、はい、思わせぶりっ子、トロッコ、トロッコからのスタートでしたね。思わせぶりなの私じゃなくて君、ももきゅんだったからいっぱいももきゅんの曲を聴きました。歌を聴きました思わせてぼりなの私じゃなくて君そう、もうね、昼夜が違うっていうことはあんまり言ってなかったと思うんですけど、まあ違うなって思ってる方はいっぱいいたと思うんだけど、昼夜違いますとは言ってなかったから、そう1曲目から全然違いました。てか今回は結構違ったと思います。はい、トロッコで行きまして、ピースを逆でで猫耳を作ってもらいました。ありがとうございます。お兄ちゃんに猫耳を作ってもらいましたはい、めちゃめちゃ緊張した。私ずっとこうだと思ったんです。チューチューチューってしてだと思ったらこうみたいですね。チューチューチューってしてチューチューチューじゃんや広い登場です、いくか拍手の嵐、テューチューチューチューこうでした。テューテューを披露させていただきました。そして続きましてウィークエンドシトロン、ウィークエンドシトロンは、ジョイちゃんが歌を
歌っておりまして、結構私たちも振りが変わってたと思います。みんな統一でね、うん、そんな感じです。オーガニックレモンたくさん大事に混ぜて、ダメ、ゆうぐちゃんやだ、魔法をかけてアニジュ、ドレスはピンクがいい、ネタにフィルターいらないくらいキラキラにしてね。結構振りが変わった振りだったと思います。楽しかった。カバーだから私たちが、まあ、あの何人かで歌うところは私たちも歌う、歌わりだったからあれなんだけど、ソロは全部あのノイジョイちゃん、うん、この曲だとジョイちゃんでした。ラップ苦労するよね。そうだと思う。私たちも苦労したから、ラップダンスは踊ってないけど私は。ラップ自体はさ、あのレコーディングする前に全員一回は歌わなきゃいけないからめちゃめちゃ練習したんだけど、そう、そんな感じで3曲目は体育館ディスコでした。みんな当たったかな。夜公演はジョイちゃんの曲か、体育館ディスコでイコラブの曲じゃなかったから、まあ昼も夜もあーみんな当たんないんだろうなって思ってました。当たった方いるかな、夜公演体育館ディスコでって。この曲も踊ってて楽しかったね。踊ってみたいって思ってた曲だったから、初めて踊った、楽しかった。この曲はだから最初自分の立ち位置とか分からずフリールだったから、全部こっち側のポジションの人の振りをやってたんだけど、覚えてたんだけど、いざなってみたら自分はこっち側の人のポジションで全部新芽になりました。全部新芽だったんだけど、まあそんな時もあるよねみたいな感じでやってましたね。結構これはもうイコノイジョイあるあるです。振り入れの時はとりあえずどっちか覚えておいて、逆の可能性もあるよみたいな感じで覚えてます、いつも。はい、この曲楽しかったな。なんでなんでどうしてどうして歌わりでした。楽しかった。ダンスパートね、大変そうだなって思ってた。この曲はノイちゃんがカバーしてるんだけど、4人ダンスで踊ってて絶対大変だって思ってた。これもさ、ダンス面白くてさ、こう最初イコールこのニアジョイのこのマーク、イコールニアジョイのマークで、このあとこの JOY ジョイってなってて、あの全部こういうのもこうじゃないんですよ、全部あのこう J なんです、じゃん、だからこうじゃなくてこうなんです、じゃんじゃん。すごくない？こういうのが知れるんですよ、普段あんま知らないけど見てるだけだからね。だけど自分らがやるってなった時に、普段なんかそうなんだって、そうよく見たらこう、こう普通だったらこう斜めに、ね、こう出すと思うんだけど、こうなの、こう斜めに出すけどこう。
全部がこうなって縦に立てなきゃいけない、こうじゃなくてこうすごいってなった。もうここニアリーイコールじゃん、ニアリーイコールになってる、すごいよね、すごいよね。へーってなった、こんなんやってんだってなります。なんてなんて、どうしてどうして、そう細かなところまであります。この曲楽しかった、踊ってて、とっても。そう、続きましてお姫様にしてよ、お姫様にしてよはいつもスペシャルバージョンでって言ってメンバー全員がやってる名前呼びダーリンを、なんだろう、かわいい、かわいい、なんだ、かわいい系統のメンバーイコノイジョイでみんなでやってましたね。そう、34人はちょっとさすがにね、なんか何分かかるんだみたいな感じになっちゃうんだけど、そうノイジョイちゃんものお名前も呼びました。なんか可愛い系統の子たちだった気がする。私的にはうん、可愛かったです、みんな。初めて呼んだね、系統がなんかリサっぽい系統のメンバーだったかなと思います。そして MC がありまして、こっからもうユニット曲ばかりです。ずらららららららーっと私が出る前に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 曲ありまして、9曲もあって私出ないのかって多分みんな思ったと思います。私を応援してくれてる方は本当にね、なんかリハで見たりもするけど、やっぱマイクに声が乗ってパフォーマンスを見るっていうのはずっとなかったから、そう楽しみにしてたし、みんなの反応も楽しみにしてました。そうで10曲目でやっと私が登場しました。はい、その前にさなつんとはなちゃんがポンポンポーンみたいな感じでポンポンポーンみたいな感じでね、エメラルドのボイスみたいなやってくれて、お待たせしました、なんか全然わかんないわそうラッパーみたいになって、はい、ダンスパートを披露させていただきました。あの34人もいてあんな大きい会場で一人でダンスを踊らせてもらえる人、ちょっとの時間でも自分だけにみんなの視線がいってるって思うと嬉しかったです。でもびっくりしました、セットリストを見た時にまあこういうのね書いてあるんですよ、誰々みたいな、タイトル誰々、タイトル誰々みたいな書いてあって、え待ってなんでここに入ってんのってなってびっくりしためちゃめちゃびっくりしました。みんなダンスが上手なメンバーだったのでとってもびっくりいたしました。はい、で最初その私たちは天使はどこへを披露させていただいたんですけど、天使はどこへ披露する前に一人一人がソロでダンスを踊ってからグループ対決がありまして、で全員で踊ってからの天使はどこへでした。本当に緊張した。でもなんかさなつんとはなちゃんがラッパーだったということ、ラッパーだったっていうかラッパーだったので、そうなんか名前呼んでくれて
みんなその時はなんかもう必死でわーなんて聞こえなかったけど、後から見たら、映像見たらわーってみんな言ってくれてて嬉しかった。緊張した。しかもいつも踊らない系統のダンスの感じだったので、そうめちゃめちゃ苦戦した。なんかこの振りがあるんだけど、こういう振りでかっこよく踊れなくて、なんかどうしたらかっこよく踊れるんだろうってなってたんだけど、まあはいはいそんな感じでした。頑張りました。でその後以降の異常位で、上位の以降の順番でグループでダンスさせていただいたんだけど、最初とは全然違ってギリギリまで結構振りが、イコラブの振りが結構変わってて、あんちゃんとキアラがもっと振り足したい、もっと振り足したいって、そうもっとかっこよくっていう風に、自分はさなんか全然わかんない、本当にダンスの知識が2人に比べて少ないから、なんかもうもっとかっこよくってそう言ってくれて、あの振り付けしてくれた人にから振り増えるよって言われて、振るんですかみたいな、私の知らないところで振るんですかってなってて、で普段踊らない系統というか、ノイジョイちゃんに比べてこれはお姉さんだから、お姉さんっぽい雰囲気ではいみたいな感じで、そう結構ギリギリまで振りがなんか決まってないって言ったらあれだけど増えて、そうちょっと緊張してた。本当に自分のものにするのに私は時間がかかるので、もう振りを入れが早ければ早いほどどん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 自分のものにできていけるから、そう早くつけてくださいってなってたね。そう結構ギリギリで変わったところもあったからずっとドキドキしてましたそうみんながかっこよかったよって言ってくれて、私はもう本当に良かったなって思いました。その後全員で踊るところとかも、もう本当になんかみんなダンスが上手いからみんなかっこよく見えるんだけど、ちょっとのニュアンスの違いとかもう全部しっかりかっちりこうしようこうしようってそう決めてて、なんかもうかっこよかった、みんなみんなかっこよかったです。自分があそこで成長できたのが一つあって、まあいっぱいあるんだけど、あのみんなで揃えるってなった時にこうやって胸を回す振りがあるんだけど、あの右回しの人と左回しの人がいて、まあ割とみんなどっちも回せるんだけど、あの私右回ししかできなくって左回し苦手なのね。そうだからえみたいな、なんかどっちもどっちがいいみたいな、なんか半々ぐらいだったから、どっちがいいかみたいになった時に、そのどっちもやった時に左回しが得意なメンバーが多かったんですよ。右は回せないっていうメンバーもいて、の方が多くて、あの左が回せないメンバー私しかいなくってで左回しになったのね。でそれも結構ギリギリで合わせてる時になったから、もう本当に何日か前とかにそこ左回し統一になって、待ってやばい左に回せないってなって、1から回すところからやってたね。こっちか、うん、回せないってなってたそう、まあどっちもできる子も多いんだけど、右が苦手な子が多くて、私は右しか得意じゃなくて、そうやばいってなったんだけど、なんとか本番までに回せるようには多分なったと思う。でも癖で体がこっち回しになっちゃってたから、何回もリハで何回もあ逆だってなってたんだけど、なんとかまあなんかなんだろう
自分の体としてはちょっとしっくりきてないんだけど、なんとか見た目はいい感じに回せてたかなと思いますね。はい、自分は全然こっちの方がスムーズにいくし、こっちの方がスムーズにいかないんだけど、スムーズじゃないけど、自分の中ではスムーズじゃないけど、まあ見栄え的にはまあいい感じにできてたかなと思いますねそう、もう頑張ったっていうか、そう、なんかもうみんな右できてって思ってたそう、どっちってなった時に右しかできないから、そうだけど、まあそこは一つ成長できたかなと思いますね。体の使い方的に今後そうやって左を回す時も今後いっぱい来ると思うから、そうね成長できたとこかなと思いましたね。はいそう、みんな本当に振り覚えが早くって、自分がなんか、まあ、他にもみんないたと思うよ、その自分が振り覚えできてないって思ってるメンバーがいたと思うんだけど、私もやばい、自分だけ踊れてないっていう気持ちになっちゃって、そう、みんな上手すぎて、なんか踊れ振りが入ってないなりにみんなかっこいいのみんなかっこいいんだけど、私はもうなんかあの自己肯定感も低いから、あのやばい自分だけできてないってなってて、そう、びっくり、もうみんな早すぎてびっくりしました。ロボロイさん、アイラキュービットコムちゃん、アイラベビー、ありがとうございます。そうだけど、まあ本番までにはもう体に入ってたかなって思いますね、全員のところ、うん、と思いますね。はい緊張した。なんかあんまりさ、普段やらないダンスのステップがこのダンスパート多くて、はい緊張しましたね。で、無事に終わったと思えば天使はどこへなので、また緊張しちゃうっていうね、緊張が途切れない感じで、はい、披露させていただきました。イコラブでやった時はじゃあチャカ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 こっちだったんだけど、あの今回のイコの以上はこっちだったので、体をが意外とね、厄介なことに体が覚えてて去年のなんかこっちにやりたくなっちゃうんだよね。そうだけどこっちなので、もうそう、覚えてるのはいいことなのに、あの今回ばかりはあのダメなことっていうか厄介でしたねこっちなんですね私はそう、そんな感じでダンスのところもかっこよくできたんじゃないかなと思います。一番多分練習したんじゃないかなと思います。ここはあの合わせるのもイコノイジョイで合わせたのも一番多かったと思います。天の子、はい、でもうみんなが歌もダンスも良かったよって言ってくれて嬉しかったです。天使はどこへはあのヘッドセットだったんですけど、そう、あの歌がおぎはなのところと D メロが川名子ちゃんのところで、ボイトレは行ったけど、そこをもう本当に頭の中で意識しないとできなくって、あの、ま、体に染みつくまで口が動かなくて踊りながら、踊りも集中してるし、あの歌もこういう感覚でこういう感じでみたいなやってて緊張してたんだけど、裏返らずにあのできたかなと思いますね。はい、みんな良かったよって褒めてくれて嬉しかったです。もうこっからはね、ほっとしましたよ。ちょっと天読終わってからまあほっとはできないんだけど、ほっとしました。はい、し、そのなんかちゃんと歌もなんかちゃんとなんて言うんだろう、意識しようって思った通りに意識できて良かったかなと思います。で、次カバー曲でジョイちゃん、ノイちゃん、イコラブが
ありまして、コラボはラストチャンスラストダンスを披露させていただきました。君が好き、もう忘れちゃった。君が好き、こっちか。君が好きだよなんて思わないようにする、ラストチャンス、ラストダンスが遠い。はい、ラスラス。最初はまあみんなそれぞれトロッコがいたり、本捨て、センステもいたかな、 B ステがいて、私は本ステージから披露させていただきました。ステージにいるメンバーはワンポジって言ってその場で踊ってたんですけど、これまたねちょっとなんかなかなか体に入らなくて、ラスラスはい、踊れたら楽しいんですけど踊れるまでに時間がかかって、はい、緊張しましたね。天読終わってはーって思いきや、ラスラスもあったから緊張してたんですけど、なんとかミスせず、ミスしがちなところもミスせずできたと思いますそう、振りがね、振りで結構苦戦しました。はい、とっても苦戦しましたね。緊張の連続でした。曲数的にはやっぱユニット曲が多かったから昼に比べたら少ないんだけど、緊張する場面が多かったですね夜ははい、ラスラス。ダンスのところ、ここもね、そう、驚きって感じで、君が好きだよなんてとかは、好きとかあるのね。こんななんかこうダンス踊ってるところに好きってやってんの、好きだよすごいってなった。好きって入ってんのって思って、片思いもひらがなのすみたいな、す、片思い、カタカナの好きなんだけど、ここはカーとオーモの時にひらがなのすもういいってあって、おお好きってなってんだってなりましたね。驚きがありましたでもここをダンス結構みんなずっと最後まで、夜公演が始まる前とかにサラツンが誰かノロノロの感想一緒に踊ってくれる人ってやって一緒に踊ってた。みんな不安だったと思う。ダンスドキドキした。ノロノロじゃない、ラス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 の感想一緒に踊ってくれる人って言って一緒に踊ってましたそんな感じで、ここが終わればね、あとはもうほぼ昼にやったのと同じだっていう気持ちで、昼に一回できてるから大丈夫っていう気持ちでできましたね。はい結構ラスラスはトロッコのメンバーがいたから、ワンポジ、フォーメーションじゃなくてワンポジの振りが多かったから、2番とかはセンターステージで360度向いたりとか、ダンスの時はみんな一緒になってみたいな感じでやってました楽しかった。でも踊ってる時緊張したけど楽しむ余裕があったなと思いますで、ジョイちゃんノイちゃんがありまして、ここはね新曲って感じだよね。で、絶対アイドルやめないで、絶対アイドルやめないでは昼の公演のは全員バージョンだった、その34人バージョンだったんだけど、今回は夜はエコラブバージョンだけだったので、ちょっと立ち位置違ったりしてたんだけど、
私のねミスりがちなところはあのタン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 のこの振り向くタイミング最後イエーイタン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 振り向くタイミングが昼は2番、夜は1番、じゃあ夜は3番だったのが緊張しましたで、そう、ここで亀子さんを切らなきゃいけない、亀子タイム終了だったので、そう、それをそう、いつだかにあの結構もう割と全部が完成したぐらいの時に亀子タイムの場所が決まって、翔吾亀子タイム言えるってそう言ってくれて、亀子タイム終了のアナウンスの人だったんだけど、絶対に忘れないようにしないと、その後もずーっとあるから絶対に私が切らないとと思って緊張してた、そこの練習いっぱいしてた、あんた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 ん亀子タイム終了ですありがとうの練習をしてたまさかのね、そうダンスとか歌でもなく、あのその亀子タイム終了を絶対に言わなきゃいけないという責任というか責任感というか、はい、緊張してたけど無事にちゃんと言えましたそう、大切なアナウンスをね、まあ、亀子さんはみんな嬉しいと思うけどね、そう、亀子タイムだとね、亀子さんはもうペンライトに持ち帰れないからフ無事に言えました。そしてそっからは昼公演と一緒で、今日も君の夢を見たんだ、ハニカミショーとホロバースタリスク、先週サブリミナルがありまして、夜公演のラスト、本編ラストはトリプルデートでした。トリプルデート、トリプルデートはさ、トリプルデートでもパンはパンでもみたいになっちゃった、トリプルデートはトリプルデートでも昼とちょっと違って広がるタイミングが違ったので合ってるよなって思いながら移動してました。トリプルデート、そうだ、花火だ、夜は花火が打ち上がりました、見ちゃった、今年も、今年初花火かも私、あ、そんなことないかな、初花火な気がします。なんかなんだかんだ毎年花火いっぱい見たりとか自分がしたりとかしてたけど、今年全然企画でもそういうのなくて、はい、初花火でした、9月にして、楽しかった楽しかったです、花火、花火反対側からでも結構見えたので嬉しかったです、こっちの立ち位置だったんだけど花火はこっちに上がってたんだけど、楽しかったですね、花火だーってなって嬉しかったですこうやってそしてアンコール、アンコールは昼と同じく夏パトペだったんですけど、まあ、3人ぐらいかな、イコラブの中のが昼と違う立ち位置につかなきゃいけなくなっちゃってて、そう、昼は夜、うん、昼はトロッコだったんですけど、夜はトロッコじゃなくてキアラとの立ち位置が丸々昼のキアラの立ち位置に夜は行くみたいな夜は、あ、違う、昼は夜のキアラの立ち位置に行くみたいな感じになってて、待って、合ってるよなって、ここも合ってるよなって思いながらそうやってましたね、はい、あ、しかもこれあれですね、夏マトペは皆さんのカメラタイムが OK、 カメラ動画撮影タイムでしたね、みんなどうだったかな、結構私の2番目に映るときめき、あの撮ってくれてる方がいて嬉しかったですそう、毎年恒例ですよね、恒例というか、はい、恒例ですよね動画 OK ってね、そんな感じでした、遠いよね、確かにみんなビーステの方に向かってってたからね、遠い方もいたかもしれないけど、そんな感じでした、昼、違う、夜で、昼は9
来るかきだったんですけど、夜はっていうか見る点って何ということで、はい、キア点とアリ点がご登場ということで、今年も懐かしの感じですね。キキ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 ア点、はい、これでキア点でキア点っていうか見る点って何で、私はトロッコに乗りました。でも夏まとめがこっちの 37.5 だったんですね、夏まとめ終わった時が。でトロッコは一番奥、もうあっち側の、 あの40何番よりも奥のあのトロッコだったんですだから激遠いってなって、でもサイヤンもなんかこっちのなんか10何番とか20何番にいたらしくて、一緒に行きましょうって言って途中手つないちゃったりして行ってた。トロッコ向かってた。トロッコ一番遠い、なんか 3レーンあるんだけど、その一番奥のレーンだったんですね、そう私たちは。で遠いねってなって、そう大移動でした大移動してました。もうなんか花道ずわーっと端から端まで行けたかなと思います、はい、そんな感じですね、見るのに。そしてラスト、夏祭り恋したう、昼と同じく夏祭り恋したうで夜公演も終了となります。もうさ楽しかったって感じ。なんかめっちゃ緊張する場面があったんだけど、多かったんだけど昼も夜も無事に終えて、あ意外と自分ってできるじゃんってなりました。途中7周年も挟んでたけど、意外と自分ってできるんだって思ったね。そうとっても楽しかったです。楽しむ余裕があって良かったなって思いました。今日までの見逃しなので、あと30分だね、あと30分で見逃しが終わっちゃうんですけど、急いでなんか心残りあるところをぜひ見てきてください楽しかったです、とっても。以上、イコの以上2024振り返りでした。イッピーさん、ありがきぴとこめちゃん、選び、ありがとうございます。これはもうね消す、あのメモにいっぱい昼と夜で違うところにね入ってるんだけど、昼は昼でここ、こうね、バーってこれが脳みそに入ってると思うとびっくりしちゃうんだけど、はい、これを全部消しますはい、削除ってなりますね。これ今昼のを見せたんだけど、夜もバーって同じだけど、よくこれが頭に入るなぁって思いました自分的にも。トモロさん頑張った、ありがとうございます。そう、とっても楽しい9月でした。10月も一緒に楽しみましょう。もうね対面もあったりしてめちゃめちゃ楽しい思い出いっぱい作れてるんだけど、来週は、今週か、もう来週っていうか今週っていうか土日でオンラインもありまして、感謝祭もありまして、月末にはツーショットもありまして、盛りだくさんです。よろしくお願いします。お願いいたします。盛りだくさん嬉しいね今月はね、始まったばかりって言ってもう1週間経ったんだけど、始まったばかりなので10月も一緒に楽しみましょう。今週も頑張りましょう、お互いに。結構ね対面でお仕事、あのエール欲しいですとか、頑張れないよーっていう方とかも多くて、お仕事とか学校とか、みんな頑張れって思います。みんな頑張りましょう一緒にね、頑張ろうね。
体には気をつけて、健康第一で。でも今最近はなんか暑すぎずでいいね。いつ衣替えしようかなって感じなんだけど、もう暑すぎることはないかな。最近長袖着てるんですけど、半袖着るかな、しまっていいかなみたいな気持ちです。今私は、私も気をつけます。はい、体調気をつけます。でも私はなんか基本元気です。なんか基本元気なので、はい、よろしくお願いします。今日長袖暑かった？そうなんだ。なんかまだ半袖だよっていう時でも私長袖着てること多くて、なんか今日は暑いよっていう時に裏着も着てたりとか、もうなんか半袖着てなくって、最近大丈夫かなって思ってます。家では着てるけど、意外となんか電車の方が暑かったりとかしますね最近は。意外とね、電車の方が暑くてびっくらぽんって感じですね、うん、冷房つけてる？私はもうつけてないです。なんか一時期は、あ、窓開けるだけで涼しいわって時もあったんだけど、窓も開けてなくって、なんか今普通に何もしてせずに26度なのでちょうどいいです。ちょうどよき、こんぐらいがいいなってずっと思ってます。せっかくね今秋って感じなので、秋服をいっぱい着れたらいいなって思ったりしてます。涼しくなった途端にエアコン壊れた、タイミング、まあ良かったねって感じですね。秋服いっぱい買った。秋服あんま買ってないです。今回の対面で結構買ったやつを着ました。まあ、プレゼントでいただいたやつも着たりしたんだけど、まず1日目の2部のお洋服、これも買ったやつ、これも買ったやつ、これも展示会で買ったやつ、パーカー買ったやつですね。で2日目もこれ2部買ったやつ、このデカリボンが可愛くて一目惚れして買ったやつ、これ4部のこれリボンたくさんのやつと、スカートも買ったやつです。今季結構買ったやつ着た気がする。コスプレ系は過去に着たやつとかも着てるんだけど、あとはプレゼントでいただいたやつとかがあったりなんですけど、はい、結構多めです。買ったやつ、ミルクフェードは展示会か、展示会だけど、そう普通にお店に行って買ったやつ、しかも多分5月とかにリサと展示会行った時に、どこだっけな、109だったか、原宿、ラフォーレ原宿だったかで買ったんですよ。めっちゃ爆買いしたの。だけどその時は5月も6月も対面とツーショットあったけど、もう着たいお洋服が決まってたから10月に着れるお洋服と思って買って選びました。それをついについに着ました。そんな感じです。ツーショット何着るかはちょっと忘れちゃったけど、ツーショットもあると思います。買ったやつもう割と用意できてるんだけど、あるはず何用意したか忘れたけど、4着楽しみにしててください。
計画通りに進んでます。そうです。いい感じ、いろんなお洋服着れて嬉しいです。なんかあの大きいリボンのやつとかは絶対プライベート着ないでしょっていうお洋服なんだけど、あまりああいう可愛いミニ丈スカートとかあんま着ないから絶対着ないでしょって感じなんだけど、可愛すぎてこれ絶対に対面で着たいって思った。対面か、あと生誕祭で着たいなって思ったんだけど、いや対面だなってなって対面にした。生誕祭はもうちょっと綺麗な感じのねやつにしました。4着持ってくときは手提げに入れて持ってきます。スーツケースなのって結構聞かれたけど、手提げです。手提げ2つ持ってリュック背負って持ってってます。靴入れるやつとお洋服とって感じですね。あとアイロンとか入れたりメイク道具入れたりって感じです。手提げ手提げリュックです。肩ちぎれそう。そうなんかだからなんかたまにこう落ちてきてこうやって持ってる時とかにここに内出血できたりする、重くて今は大丈夫だからここに内出血できてたりする。そうでもなんか私多分できやすいかも、うん、できやすいんだと思う。よくなるよくなる、重い荷物持つと。スーツケースはめんどくさい、あの広げたりしまったりめんどくさいからいいです。でかいし手で持ってた方が楽ですね。階段とかわっせわっせってやるの大変、スーツケースの重さがあるからさ。手提げが楽です。スーツケースの子もいる？え、いないですね、いないと思う。スーツケースっていうかイコラブスーツケース率低くて、あのイコノイジョイもう前日リハがあったから一泊泊まったんですけど、ジョイちゃんの楽屋の前はずらーっとスーツケースがあったんだけど、イコラブ多分1人とか2人とかだった気がする、スーツケース。うん、あ、はなちゃんはなんか普通のレッスンなのにスーツケースで来たりする。え、何持ってきてそんなことになってるの今日どっか泊まるんですかっていう感じで、なんかレッスンの日とかにもスーツケースで来たりしててびっくりしちゃう。はなちゃんはスーツケースが楽らしい。謎ですね。私はスーツケースちょっとめんどくさいから、大きいのしかないし、うん、だからねあんま使わないです。何泊もするときしか使わないです。この前だからアメリカ行ったときに久々に使いました。クラブはスーツケース率が低いです。ひとみちゃん一番荷物少なそう。あ、お話し会とかだったらね、一着だけだから、一着だけだよね、わかんない、一着だけだからメイク道具だけっていうかあれもあるかもね。でも私メイク道具はちっちゃいんですよ。メイク道具これなんだけど、メイク道具こういうメンバーが多い気がする。メイク道具少ないからいつもはなんかリュックだけみたいな感じですね。うん、まあ時と場合によるかな。うん、荷物は泊まりの時とかは少なそう。私みんなメイク道具持ってるたりするからね。みんながメイク道具持ってる時は一番少ないかも。くちゃんが一番着替えてるのかな。そうだね、そうだと思う。そうね、まあ多ければいい少なければいいっていうのはあんまないからなんでもいいんだけどね。私は少ない方が好きなのでなるべく少なく持ってきます。全部使うだろうっていうものしか持ってこないです。
一応持ってこうみたいなのあんまないかも。アクセサリーとかもドンとアクセサリーケースごと持ってきてるメンバーもいたりとかするんだけど、私は家で決めてって、まあ、迷ったら着てどっちかにしようって言って2個持ってったりする時もあるんだけど、基本的にはアクセサリーとかも全部決めてって持ってきますね。うん、人それぞれですね。うん、偉いのかわからないけど自分はそういうタイプって感じですね。ちょっとでもね、まあ、ただでさえさ4着持ってってるから荷物が多いんですよね、人より。だからちょっとでもね少なく持ってこうって感じ。こんな感じです。嬉しい、前淵川翔子ちゃんに会えるの本当に楽しい、よかったです。いろんな楽しみが見れるんじゃないかなと思います。また次もありましたらぜひ応募してもらえたら。トッシンさん、ありがとう。ピートクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。もうでもあと20分なんだね。いっぱい、もう2時間ぐらい経ってるやっぱね、2公演わーって喋るとそんぐらいかかりますよね インスタあげる、やばい、ありがとうございます、教えてくれて。インスタまだあげてなかった忘れてた、忘れてたっていうか、あ、そっか0時までかって感じ。危ない、すいません、ありがとうございます。対面の時のお写真にしようかなって思っております。何の写真が見たいですかね。中ぐらい、これはよりがいい。うーん、もうあと15分しかないこんなのんきに選んでる場合じゃないんだが、何がいいかな。あ、この時のにしようかな。オッケー、これにしよう。オッケー、これ1枚目にする。ちょっとぼさりすぎ、まあ、いいか。目線外しの方が漏れてるの、なんでだろうね、なんだろうね、目線がない方が漏れるんだよね。目線がないやつが多めです。インスタ仕様変わったよねって、インスタ仕様さ、ね、なんか常に変わってる気がするずっと変わってる気がする。1枚目、2枚目、え、どうしよう、3枚目だとして、どれにする。なんか同じような感じの感じだねこれかな、これなしで、うん、この2枚にしよう。これとこれにする。さあ、1日目に2日目の何部でしょうか。あー、広告が何部でしょうか。
さあどうでしょうか。なんか左右のねバランスとか上下左右のバランスを見て結構いつも決めるんですけど、どれでしょうかね。あと15分、大丈夫。チャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカ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  これ1枚目にしよう。そういう左右のなんか色の感じとかお洋服の感じとかをちょっと気にしてるね。下になるやつがイコノイジョイの写真なんだけど三つ編みなんですよね。だからなるべく被らないようにしようかなとかねちょっとずつ削られてく。とかね。わ、これどこのお洋服だったっけ。なんか最近なんか変更ができなくって、タグ付け後からタグ付けしようと思ったらなんかエラーが出て変更できませんってなって困ってるんです。だから最初にタグ付けしないと後でタグちょっと見に行きます、どこのだったか。よくさこれみんな覚えてるよね。私いつも忘れちゃうんだよね、どこのだったっけって。そう、後からね文章とかも間違えたと思って編集しようと思っても編集できないんだよね、困っちゃう。バグってる。バグっていいじゃん、修正したよ、こう間違いを受け失敗を受け、うまくはいかない、ちゃん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 、困っちゃうよね本当に本当に。それでも明日やってくる、たたらた、へい。バグっていいじゃん、修正してゆこう。久しぶりに聞いた。よく歌っちゃう。お腹すいたな。お腹すいた。軽くコントラスト。あ、間違えた。この写真じゃない。こっちだ。軽くしてコントラスト上げて温度下げて。サイドを上げるって感じですね。私はいつもインスタを上げる時の色味は。どうですか。いいですね。よし、こんな感じで、まあこんな感じ。何日目だ。対面話し会。よし、待って、じゃあ
もうマモ投稿するんですが、ちょっと見てきます。一瞬で秒で、どこのだったっけな。あん、よいしょ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 。ただいま、エブリンでした。エブリンでお買い物した時のでした。エブリンのお洋服多いかも。エブリンで結構買った。なんかすいた。よし。お腹すいた定期。お腹すいちゃったよ。お腹すいちゃったよ。タグ付け。投稿したー。投稿したよー。後で見てねー。あともう10分ぐらいで終わるので。でもエブリンっぽくなくないですか、このお洋服。大人っぽくて。エブリンってなんか結構フリフリのイメージだったんだけど、可愛くて買っちゃったん。めっちゃ買った。よし、できたー。完成です。ワンピースなんです。かわいいよね。あのクシュクシュってなって、あのクシュクシュをほどいたらもうちょっと長くなったりするんです。あのワンピースのところがかわいいでしょ。大人っぽいと思って買いました。よかった、教えてくれてありがとうございます。おつなしこちゃんだと思いました。結構2日目、これだから 1日目の2部だと思うんだけど、2日目が結構可愛い系統になっちゃって、思ったより。自分的にはなんか色味のバランスとかいろいろ考えたつもりだったんだけど、思ったよりなんか可愛い系統になっちゃって感じでしたね。今日が終わってしまう。終わっちゃうよ。あと7分で今日が終わります。なんか多分髪型も相まってかな、なんかあの3部のワンピースとかってあの多分片方にこういう寄せる髪型と悩んだんだけど、こうやって寄せる髪型にしてたらもうちょっと大人っぽいみたいな感じになったと思うんだけど、ツインテールにしたから多分可愛い系みたいななったのかなって思ったりしますね。はい、そうですね。1日目は確かにカジュアルめ。まあ、でもセーラーは可愛い系統かなと思いますね。はい、2日目の一部はトラ、ヒョウ、猫だったんですけど、私的に可愛い系統に含まれてなくて、そのコスプレ枠みたいななので、そう可愛い系統と思って入れたわけじゃなかったんだけど、そんな感じになりました。いろんな、まあ可愛い系統って言ってもね、ちょっと違った系統だったりしたと思うんだけど、
しみにしててください。ツーショット、どんな私と撮れるかな。やっぱね、いろん同じディズニーチューのいろんな部で全部の部とかに来てくれる方とかはね、服装とか髪型とかも変わった方が楽しいじゃん、きっと。そんな感じですね。グッド。そんな感じです。もうそろそろ終わりたいと思います。あっという間に、あっという間に2時間半ぐらい経っちゃってびっくり。やっぱなんか一生喋ってられるかも、私喋るの好きだから。一生喋ってられる。そうですね、ツーショットは3部がショコラン T シャツになります。お揃いだったり黄色いお洋服だったりタオルだったりいろいろ持ってきてもらえればと思います。ショコラン T はなんかマラソンの服装をするってわけではないんだけど、いい感じに今コーデを考え中です。悩んでるというかギリギリに多分家に届く服があって、それを合わせれたらなという気持ちなんですけど、まだ分かりません。26日がツーショットなんですけど、25日に届くかなみたいな感じで、そんな感じですね。まあそれ届かなかったらのコーデは組んであります。そんな感じです。そっちのコーデができたらそっちになるかなと思ったりします。そんな感じです。25か6って言われて、ああどうだろうなって思ってる。26だったらね、朝からもういないから無理だねって思いながら。まあ間に合わなくても結構いい感じのコーデにはできてるかなと思いますね。コーデを組んだ後に注文したので、あこっちの方がいいんじゃないと思って注文したので、まあまあまあって感じです。そんな感じです。ランキング読みたいと思います。58分になっちゃった。ランキングタイム、また配信します。次お話し会の時かな、オンラインの時とかに配信すると思います。ミク配信かな、わかんないけどすると思いますので、長時間配信皆さんありがとうございました。終わります。ランキングタイム。13位トモロさん、12位ロブロイさん、11位フクノシソさん、10位マークさん、9位アリスちゃん、8位ター君、7位ウルトラさん、6位ワーちゃん、5位イッピーさん、4位トラッシュさん、3位トッシンさん、2位イーストさん、1位タテさんです。ありがとうございます。ありが赤ずきんくまちゃん、ありがとうございます。2列目ヘイブンさん、キキキさん、バンダナさん、人生じいちゃん、ヒロシさん、ハタミさん、大陸さん、ヒッキーさん、スラスラさん、タカヒロンリーさん、アオちゃん、ノブさん、ゆきぼうさん、ちびたんくさん、ひろさん、ハラディさん、 P21 さん、アンドロメダ焼きさん、カイトさん、ゆきなちゃん、リースさん、ウィルさんです。ありがとうございます。たくさんの品切りとコメントありがとうございます。長時間配信見に来てくれてありがとうございます。皆さん明日からも頑張ってください。ファイト、学校とかお仕事とかファイトです。体調に気をつけてくださいね。ということで終わりたいと思います。ぜひさっきインスタ上げたのでよかったら見てください。ありがとうございました。感謝。バイバーイ。おやすみなさい。